ミュージックビデオ撮影終わりました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。今回ですね、撮影を担当してくれましたミュージックビデオ映像チームのですね、お二人自己紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、双方の村上です。双方の彦田です。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回の撮影なんですけども、2日間にわたって担当していただいたんですが、どうでしたでしょうか。そうですね、1日目もそうですし、今日も初めて女優さん渡辺さんにも、まあ、事前の打ち合わせなく撮影しましたけども、はい、現場の雰囲気としては非常に良かったかなと、時間通りにも進んだし、うん、そうですね、楽しく撮影できたかなと思いますので、これから僕らは編集頑張ります。そうですね、本当現場の雰囲気も、まあ、和気あいあいとして、で、まあ、あと結構ですね、途中途中ハプニング撮れなかったところとかもあったんですけれども、まあ、それもリカバリーできるように撮影も滞りなくできたので本当に良かったと思います。編集頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。今後の活動の宣伝とかお知らせがあったら、ぜひぜひここで言っていただけたら、はい、そうですね、同じようにミュージックビデオも当然撮らさせていただきますし、何かプロダクトの撮影とかっていうものも対応しています。また CG とか、アフターエフェクトを主に使って合成とかっていうこともさせていただいてますので、ぜひよろしくお願いいたします。 YouTube チャンネルをお持ちなので、概要欄にそちら貼っておきます。そこから、そこにね、じゃあ記入しておきます。はい、ちなみに、そこにメールは載ってますよね。メールとかそこから行けるように。はい。はいはい、そちらからね、ご依頼などはお願いできたらと思います。はい。それでは、今回の撮影ありがとうございました。編集の完成を楽しみにしております。皆様も楽しみにしていてください。はい。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今撮ってます。はい、もう撮ってます。はい、素敵なドラマのミュージックビデオ撮影今終了しまして、皆様で今食事会をしているんですけども、今日ですね、出演してくださった、女優さんですね、渡辺さゆみさんでございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。改めてね、自己紹介いただけたらと思うんですけどもはい、お願いします。はい、今回出演をさせていただきました渡辺さゆみです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。今回、素敵なドラマという曲、撮影させていただいたんですけども、まあ、普段ですね、僕も、さゆみさんの舞台は見に行ったりして、まあ、さゆみさんもライブ来てくれたりしてなんですけども、今回映像作品ということでですね、なかなか、ね、そんなにない機会だと思うんですけども、どうでしたでしょうか、撮影の方は。いや、すごく新鮮なこともいっぱいあったり、曲のね、内容とか、こういった作品にしたいよっていう思いを先に伝えてくださってたので、精一杯込めさせていただきました。お楽しみいただけたらなって思います。ありがとうございます。続いて、今回の作品も、お世話になったんですけども、冬の季節にですね、冬の曲、心ゆきという曲をですね、また参加していただけるということで、そこへの意気込みも語っていただけたらと思います。はい、次のその心ゆきという曲も聴かせていただいて、すごい素敵な曲だなと思ってたので、ご縁をいただけたのはとってもありがたいなと思ってます。なんか寒い季節の雪の中で、はい、なんか絵を撮れたらなっていう話を今ちょうどしてたので、どんな作品になるのかなってとってもワクワクしてます。はい、あったかくしてみんなで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆様、じゃあ素敵なドラマまず楽しみにしていてください。そしてまたね、冬の季節には新しいミュージックビデオ撮影しますので、そちらもね、いろいろと楽しみにしていていただけたらと思います。それでは渡辺さゆみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ミュージックビデオ撮影終わりまして、僕から自己紹介させていただきますけども、渡辺美介さんはですね、僕と一緒に、バンドですね、マッチボックスティミットマンブレイブリーというバンドでですね、プロを一緒に目指した方でございまして、長い時を超えて今アレンジャーとして、携わってくれております。今回の、ね、撮影もね、率先して参加してくれまして、下田から車を走らせて来てくれました。本当に、ね、ありがたい存在でございます。今回の撮影の感想をいただけたらと思います。楽しかったです。楽しかったね、うん、初めての撮影 だったと思うんですけど、そうそうそう、どうでした？やっぱ緊張感とかありました？いや、緊張はしなかったけど、すごいね、やっぱそこは楽しかったですよ。まあ、新鮮で。でもチームの雰囲気はとっても良かったですよね。あ、すごい良かったですね。とっても良くて、うん、皆さん優しい方で、うん、常にですね、アレンジャーとして YouTube の音楽やってくれてると思うんですけども、うん、なんか気をつけてることあります？気をつけてること、はい、ここは譲れないみたいな、目立ちすぎないことかな。それはやっぱ楽曲を目立たせるためというか、その主役が常に曲にあると。いや、バンドじゃなくてアレンジャーなんで。うん、あ、そうかそうかそうか、 それは気をつけてます。活かしながら、うん、あ、そこに常に気をつけてやってくれていると。そう、実際に YouTube でですね、声のコーラスとかギターの面でも参加してくれてるんで、見てくれてる皆さんもね、 YouTube バンドサウンドの時はですね、彼がコーラスやったりギターをやってくれたりしているので、そこにも注目して聴いていただければと思っております。で、素敵なドラマで終わりまして、次回のね、これから心ゆくという曲の、アレンジ、宮原を知ってくれてる人では結構知ってくれてる曲なんですけども、それをゼロから壊してですね、作り直すということで、そこへの思いとかそういうのはありますでしょうか？ちょっと前に挙げた、アレンジした心ゆき、ともまた全然違うアレンジをして、ね、18歳のバージョンの、はい、まあ、ロックな感じのアレンジをしてみようかなと思ってます。はい、ギターだけですか、アレンジは？いや、ドラムもベースも入れて新たな試みとして。あ、分かりました。これはね、皆さんも楽しみにしていただけたらと思っております。では、最後にですね、あなたにとって音楽とは？やっぱ魂の、はい、ありがとうございました。渡辺美介さんでした。ありがとうございます。喋ってか、はい、こんばんは、はい、こんばんは。撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の素敵なドラマの撮影を終えて、はい、感想を一言でお願いします。いや、今回はもう奇跡的な撮影だったと思うんです、僕、もうメンバーもすごいし、チームもすごいし、作品出来上がったらもうすごいヤバいと思うんですね。これ本当に楽しみにしておいてほしいです。多分今聴いてるその編集チームとかプレッシャーになってるかもしれないですけど、めちゃめちゃすごいものができると思ってます。ミュージックビデオの一番の見どころはどこですか？見どころですか。いや、見どころはね、やっぱね、長いもともとこうプロを一緒に目指してたね、ゆうすけとですね、2人で並んでこう弾くっていう機会ってなかなかないので、そしてね、そもそも作品として残ってきたものはないので、そういうのが残せたということがとてもね、幸せなことなので、まあそこも見どころですし、そして女優さんの演技ですね、そこも大注目のところですね。あとはね、ロケーションもたくさんチームがね、選んでくれたので、その素晴らしい景色を見てもらえるっていうこともすごく注目するポイントかと思っております。次の曲の意気込みをください。はい、右側から送るんですね。いろんなとこから来るんですね。そういうのよくはね、これね、雪の曲なんですよ、冬の曲なので、ロケーションに雪がね、絶対必要だと思うんですけども、もうチームがすでに動いてくれてます。アレンジャーも動いてくれてて、より心ゆきという曲を引き立てるようなアレンジをね、これからしてくれるということで、もうすごい期待をしておりまして、そこにも皆さん注目してください。冬の季節にミュージックビデオ、このチームでまた撮影に行ってきます。女優さんも参加しますし、プラス俳優さんも参加してくれます。これはね、本当にいい作品になると思うので、皆様メイキングから予告編から楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、あなたにとって音楽とは？音楽とは、何なんだろうね。そこにあるものって感じです。なんか意識をしない、常に流れているものといいますかね、そういうものですね、僕にとって。ちょっと何言ってるか分かんない、じゃあ僕にとって魂です。お知らせとかはない？お知らせは、僕ですね、月水金土18時から YouTube 週4定期投稿しております。これ何があってもネット更新していくので、インタビューしてくれてるゆうすけさんもね、アレンジャーとして参加してくれながら、皆様に楽しんでいただくためにやっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。僕のメインの活動は YouTube の活動なんで、そこをね、ぜひぜひチェックください。皆様本当にありがとうございました。始まりを告げるドラマ